ょっと、目を覚ました？あのね、今日父さんたちと一緒に出かけなくちゃならないんだけど、あんた来る？そうじゃないけど、おじさんが入院したんですって。だから。そんな命に関わるってことじゃないみたい。ただ、あんたどこにも行かないんだったら、ちゃんとお留守番してほしいって。そう、留守番。別に家の中片付けて洗濯して取り込みも完璧にやってくれれば、それからならどこに行っても構わないわよ。悪いわね。じゃあお願い。若者、起きなさい！ほら、起きて！起きて！起きて！起きろっつってだろうが、ほら！いつまでも起きないからよ。ジョギングに行くからね。先週はテストで見逃してやったけど、そうはいかないわよ。体力作りよ、体力。ほら、グダグダ言ってないで起きる！下で待ってるからね。
どうですか？
ざわざ来てくれたんですね。優しいな、この原さん。そうですね。仕方ないから、今日はどっちかの教室で食べますか？じゃあ、ここの教室で食べましょう。あの、立花真由美って人、いますか？じゃあ呼んでください。今すぐに。私だけど、橘真由美、あなたは？そうなんだ、あなたが。あの、お名前は？私、橘彩香。知らない？名前。知らないよね、あなたは。でも、私はずっと前から知ってた。待って、一体どういう…お父さんを取らないでよ！ねえ、なんとか言いなさいよ。誰って、さっきも言ったじゃない。
橘彩香って。あなた知ってるんだ。そうだよ、私のお父さんはこの人のお父さん、お母さんは別々だけど。言っておくけど、私のお母さんが今のお父さんの奥さんよ。この人のお母さんは、私なら学校の外で聞くわ。わざわざどうして。今よ、今じゃないとダメなの。私の妹が生まれたの。そのせいよ、お母さん。今までお父さんにあなたに会いに行くことなんか絶対に許さないって言ってたのに、急に。そんなこと言わなくったってよかったのよ。だってただでさえお父さんはあなたのことばっかり考えてた。嘘よ。嘘じゃないわ。私、お父さんの日記見ちゃったんだもの。お父さんは毎日日記をつけてるわけじゃなかった。でも何かを書き込んで、ある日には必ず前見て、そればっかりよ。一緒に暮らしてないくせに、体育祭も文化祭も絶対観光行事は欠かさず見に行って、あなたの住んでいる場所の近くによっては様子を確かめて、そんなことしか、そんなことしか書いてないの。嘘、嘘だわ。
母さん、妹を産んでおかしくなっちゃったんだわ。お父さんにあんなこと許すなんて。知ったような口聞かないでよ。それでも今まで我慢してこれたのは、お父さんがお母さんの言う通りに彼女に会いに行ってなかったからよ。それなのに、それなのに。
よ。追いかけてきたんですか。心配なんかしなくたっていいのに。私のことなんか追いかけてきたら、この原さんだってみんなに嫌われちゃいます。今までずっと嘘つきだった私なんかを心配したりしたら、今教室に戻ったらどんなことになるかくらい想像つきます。おしまい、全部おしまいです。こんなところにはいられない。気休めなんか言わないで。親に捨てられて、あんなところで育ったような私なんか誰も好きになってくれるはずがなかったんだ。違わない。私のこと誰も何も喋らないで、ずっと私のこと見てた。あれは無別の目です。軽蔑の目。あの視線、いくら努力して築き上げてきた嘘の砦でも、たった一言で壊れちゃう。たった一言で全てが逆転して、やっぱりどんなにニコニコしてたって、どんなに優等生してたって、どうして
して抱きしめるんですか？私弱くなんかないです。支えてくれなくったっていい。今までずっと一人だったんだから。やめてください。構わないで、優しくしないで。かわいそうだなって思われて慰められるなんて耐えられない。一人にしてどっか行っちゃって、私の中から消えてよ。本当。